です。お疲れです。久々に登場だね。久々に登場ですね。あなた変態かね。あ、そうそうそう。だけどユニット同士さすらいの変態組。視聴者の皆さん、あの塗装がね、最近手足くんが出れんので、代わりにちょこちょこ、まあ同級生だしね。もともと正社員みたいな、社会保険入って正社員でもやったんだな。ああいう一時期やつ、うん、よく言うんですけど。でまあ親方歴何年だ。10年ですね。まあ今実際さ、ついでさ、まあ、今年ひどかったで塗装屋さんでどうだったんだろうなと。まあ全国的なのかな。全国的です。どう実際お前何やった。雨ひどかったら現場全然動いてないよ。あ、外は動いてないですね。うん、だもんで中に潜り込んどったんですね。中にも潜り込んどこにもお前カメラ回ったらキャラが違う。中にもお前のキャラ設定どこにあんの。キャラ設定はまあ内部ですね。内部 でもうちの仕事ないだろ。内部なんか。あ、ない。どこ行った。あ、自分で、うん、ああ知り合いとか。あ、そうそう、まあ、とか辿って。そうそうそう。まあ、うちこれ一応今一人親方なんですよ。だけどまあ8年もうちの仕事、まあ専属だよな。あ、ほとんど専属。ほんで雨の日とかはまあうち民家とかアパートマンションなんで、外回りで内装がないから、まあ協力業者とか一人親方たちのことだよな。あ、そうそう、みんなそうです。ほとんど何よる今うち全店入れるとまあまあの数、まあまあ、職人だけで、まあまあの数おるんですよ。塗装だけでも 3,40 人多いんじゃない。あ、おると思うんですよ。一人親方みたいな子ばっかりな。 あとはまあ2人とかもおるな。2人3人でやってるとこもある。もうおるな。お前何番目に来る。3番目ですね。もう一人だよ。これは誰。あ、孫ちゃんしか。孫ちゃん、あの人、孫さんたちが2番目だよ。あ、2番目か。あ、そうだな。孫ちゃんたちとからへんが、まあちょこっと動画で撮るな。俺うちの、あ、そうそうそう、塗ってた。あの、撮影 NG だけど顔出すね。うん、だって結構撮影 NG で、年取ってるけど撮影 NG で腕いい人っていくらでもおるな、うち。孫ちゃんたちもそうだもんな。めちゃくちゃ綺麗だもんな。綺麗ですね。綺麗じゃないと生き残れんってやつ。うちの会社は生き残れん。なんで生き残れん。なんでそういう噂があるの。なんでうちの会社は。もう下手打ったらもうお前それお前俺がなんか切っとるみたいやんけ。そうです。何それ職人さんたちが年会道場は下手こくとバーン切られるって言ってたの。厳しいって言ってた。誰が言っとんのそれ。流れてくる。流れてくるってお前一番古いやつお前が流しとるから。俺流しとる。何だよ。あ、やめてったやつじゃないですか。ああ、まあこれ本当、まあアンチみたいなのに、いやそんな簡単に切るんか切らんのかっていうと、まあ今日の動画もそうだよね。熱中症がどうのこうのって言って、まあ結構バットがついとってさ、まあ熱中症で死ぬやつがおるどうのこうのって、まあ確かにそれ一つなんだよな。笑い話にすんなって言うけど、まあ切られる従業員ね。あのテラのあれもあったよな、リーダーになったどの子ので。はいはい、結構ミッチー怒られてたけど、まあだけど本当にお客さんにいいもん提供しようと思ったら、やっぱ職人さんの俺コメント見とって思ったのは、ミッチーの考え方間違ってる、あのアンチだでどうとかさ、アンチじゃないけどとか書いてあったけど、やっぱ客中心だもんね。さね、まあまあ、そんな簡単に切っていいんかって。いや簡単には切ってないかな。あ、簡単には切らないですよ。簡単には切らんけど、まあまあ厳しいよな。そら現場でペンキ塗れんのだもんね。そう田舎のペンキ屋みたいなことやるもんね。田舎のペンキ屋って、あの田舎の人ばっかりしてるんじゃないの。あの土方みたいなペンキ屋ってよく言うじゃんね。まあ、塗れるけど塗れとるだけじゃんお前。俺でも塗れるわって言ったら失礼だけど、塗装したことないやつが。まあさあ、こんなレベルで客に出せんだろうって。二階道場なめんなよってやつは、まあ、一回でもな。お前も切ったしない。切ったっていうか社員だよな。社員になってお前がでも、もう社員辞めたいって言ったんか。あれ飛んだんだな、お前が。いえ、で、逃亡した、逃亡。逃亡したやん。もうね、よぞる仕事やったな。そうそう。でも、めちゃめちゃ綺麗なんですよ。視聴者の皆さん、まあ、さすらいの変態仮面。あ、そうそうそう。バカみたいなこと言ってるけど、仕事は自信あるだろう。まあ、まあ、ちなみにこれ、屋根も自分で塗って、まあ、外壁も、まあ、ずっともう、誰かと一緒に組みたくないって言ってるもんで、一人でずっと回っとるんですけど、まあ、一回社員やったことあるんだよな。あ、あるじゃん。一回社員をやった時に、仕事はやっぱ綺麗なんだけど、人が使えんのだよな。数が半端なかったからね。人数が。人数が。一人振られてはねえですもんね。結構おったもんね。あいつは全員どうやって来るんだ。他の店舗にもったもんやった。3、4人だったろ、お前って。いや、12くらいおったぞ、最初。あ、そうか。他の店舗の、あの、ダメ出しも、こっちに全部回る。実習生を持ったか。実習生はおらんのよ。日本人だけ。日本人だけ。実はそんなにあった。7、8人ぐらいおったんじゃない。
あ、そんなにおった、そんなにおった、あのそれならリーダーへやった、そうそうそう、トライしたあれや、うん、うん、で俺が毎日怒るもんね、おかしいな、なんで俺が怒るのじゃ、だけど俺はよく言ってたよな、だって現場なんかもう朝とな見て何件、何現場も動いとんだもんね、何べん、うん、動いとるもんね、で俺はもうそれが得意なんですよ、であのミッチーもあの動画の中ではちょっときついこと言い過ぎとったけど、まあ実際にじゃあ人見とらんと、あれ面倒見いいだろあれ、あミッチーが、面倒見いいし、うん、まあ、面倒見もいいし、だからまあ足場班、まあ、あいつが作ったって言っても過言じゃないからね、今の足場班は。実際ついの間どうしようか、いやだめ、まあ雨降った日はもうほとんど降っとったもんで、おうおう中行ってたんですね、ほんとひどかったよな、ひどかったもん、でも毎回あるわけじゃないもんで、うん、休んどった時もあるっす、あ、月どれぐらいあった、何現場叩いた、いや、これで2現場目ですね、あ、でもそんな気ある、うん、7月で、もう終わりだもんな、ちょうど7月、またいだ現場があったもんで、6月の後半から、おうおう、それはあっても、あるんで、そこで2件ですね、あ、そういうこと、あ、でもそう、あ、まあ、2件収まったら、まあまあそこそこあるな、あ、そうです、まあ、本当なら3件あ、いけるなと思ったんだけど、雨で、東海地区飛んで、うん、あ、そういうことか、やべえ、やられた、うん、一応こいつらはあれなんですよ、まあ一時期社員やった時は日給だったな、でも日給払った、2万円ぐらい払った、18?2万、2万なかったっす、18？いや、もっとあったっすよ、2万なかった、18なかった、お前もその間、まあまあ、一つ違うよな、まさか18,200円とかじゃないのよ、あ、じゃないで、まあ、あ、そうそうそう、ボーナスとかもあったろ、あ、まあでもボーナスも出る前にもう飛んどるか、でもなんでじゃあお前さ、まあ社員でやっぱうまくいかんくてさ、うん、今予想とかずっとやってると思うんだけど、もう一回乗り換え道場戻りたいなとさ、あ、まあ営業とかの段取りがまずいいですね、一件終わる前ぐらいに次の物件をもう用意されて、あ、現場入るかな、用意されてるもん、そういうことな、一応一件いくらみたいな感じでやってるもんで、うん、遊ぶ時間がないもんで、うん、うん、うん、その点はいい、ビシーッと待ってるな、ビシッと待ってる、はい、一人親方だってやっぱ大変だよな、大変ですよ、そうだよね、だこういう梅雨の時期なんか自分たちで仕事作らなかったな、もう自分で取ってこなかったんで、そうだよな、もうほんで8年おるわけだろうちに、あ、そうです、実際でもさ、そのこういう梅雨の時期って毎年どうしようの、毎年まあ雨降ったら当然入れんもんね、うん、まあうち、まあうちか、うちがもう8年長いもんで、まあその間にいろいろ学んでとことか、そうです、いろいろまあ行けるとこ行くしかない、うん、はい、実際さ、まあその職人やっててさ、まあまあ一人親方、まあうち以外でもずっといろんなとこも行ってるわけだ、うん、やっぱり腕があるもんで、やっぱ仕事がやっぱり綺麗し、まあうちでもそうじゃん、そのどんだけ暇になっても、コロナで暇になっても、それはお前らみたいなやつは絶対優先的に仕事は絶対あるじゃん、ああ、仕事はあるですね、うん、だけどそういうさ中で、その今ね視聴者の中でまだこれから塗装1年目2年目の子たちとか多いと思うんだけど、なんかそういうアドバイスとかってある、アドバイス、うん、アドバイスかない、ないです。アドバイスはないです。まあ、体で覚えるしかないです。体で覚えるしかない。まあでも本当変なところでやっとったら覚えんな。覚えれないんで。やっぱお前も従業員何年やってたの？従業員10年以上やってたっす。あ、おめでたい。ずっと一人でやってた。じゃなくいろいろ。何社ぐらいか。結構行ったな。10社ぐらい行ったな。お前結構やめとった。嘘。俺の方が真面目だわ。じゃあ俺本当やめんもん。会社全部に3年ずつぐらい行っとんちゃう、あ、そうか、まあ、それ言ってんのかもしれん、塗装はいくつもあるもんで、種類が、あ、いろんなとこだけど、もう嫌になってやめちゃうだろ、まあ、嫌になってやめたのもある、あ、あんまりなんか言い訳するんだって、なんかいろんなこと勉強したいもん、いろいろ勉強しようと思ったけど嘘つくな、いろいろ勉強しだけど、それ視聴者でもあの自信になるよな、なんか、あ、俺転々としとるような人間だもんで、こうやって職人で一人前ないのかなって言ったら、いや俺は逆に、俺もね、どっちかというと転々として、俺たち逆やったの、もう20ぐらいかなからはもう俺も一人親方になるって言って、で仕事できんうちからも一人親方になるって、先輩と二人でずっと、で先輩にもいいよ、もう一緒に会社やめようみたいな、でも地元の先輩なんだけど、中学校の、でも一緒にやめようって言って、で二人で一人親方みたいな感じでなんかうろうろしたみたいな、だけど、うん、まあ俺は行って勤めとる時は2年とか言ってるけど、まあでもそっちの方がいいよな、やっぱうろうろした方が、で厳しいところで覚えて、やっぱもう当たり前のレベルが高いじゃん、求められてるものかな、まあそんなもん、はい、まあじゃあ寺木翔が喋っててもつまらんでまあちょっとじゃあ実際に現場を見させてもらいながら、まあ次回は現場の動画だね、まあ実際現場もうちょっと天気も良くなっとるし、ちょっといろいろやっていきましょうか、じゃあチャンネル登録といいねよろしくお願いします
また見てねー。どうも。どうも。